皆さんこんにちは、しきです。今日は美味しい中国茶カフェ甘露に来ましたので、皆さんにその様子をお届けしたいと思います。平日でも予約しないと入れないくらい人気なお店なんですけど、今日は運よく特等席をゲットしました。中国茶カフェとはいえ、中に中国のスイーツとか点心とかもたくさん売ってて、私はこの3匹の子豚ちゃんがすっごい楽しみにしていました。チューしてるよ、豚ちゃん。見えない、豚ちゃん。ちょっとこっち見て、豚ちゃん。にゃーにゃブレブレ。懐かしい、この味は懐かしい。懐かしい味でした。でもうちの地元のランチはニャン、タンウェン、もうこういうなんかあんが入ってるタンウェンじゃなくて、うん、あれも白玉、うん、中身のないやつを使ってる。うまっ。最近工芸茶っていうものがすごい人気らしいんですけど、まあ、確かに中の花がね、時間が経つにつれてだんだん開いていくのを見ると、まあ、心が癒されますし、何よりお茶が美味しいので、ぜひ皆さんにおすすめしたいです。ということで、今回は中国茶カフェ甘露に来ました。すごく短い動画ではありますが、皆さん気に入っていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。